さんこんばんは。アトラスラジオの時間がやってまいりました。ビンタロウ先生の声が聞けなくて寂しいなぁと思っている方、アイムの声うざいと思っている方、まあいろいろいらっしゃると思いますが、はい、今日も近光さんのインタビューですので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、近光さん、近光さんのね、心霊体験ですね、今回もね。はい、近光さん。はい、こんばんは。近光です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、近光さんね、なんか心霊体験で、怪談王にまつわる心霊体験があるとお聞きしたんですけれども、はい、はい、どんなことでしょうか。まずはじめに旅重ねて、まあ連日出させていただき、本当に。申し訳ございません。いや、申し訳ございません。いや、ありがたいです。あまり出続けるとね、はい、ま、はい、怒られるかもしれないので。いや、怒りませんって。いや、ね、もう飽きたって言われる方もいらっしゃいますね。いやいやいや、いや、いろんなお話が、はい、いろんなお話をされてね、大変楽しいですけれども、はい、なんか怪談をね、近光さんもね、はい、以前出演されてたんですよね。前回でなく、はい、僕が出させていただいたのは2020年、はい、年ですね。あ、結構昔ですね。そうですね、はいはいはい。で、何が起こったんですか？ちょうどお話的には、はい、一次予選であんまりちょっと僕も怪談素人なんですけど、はい、皆様のいいねがいただいて、はい、2020年11月に肥後橋アワーズルームの方で、はい、怪談王関西予選に参加させていただくことができて、はいはい、そういうそこでのちょっと印象に残ったお話になります。はい、あ、じゃあアワーズルームの、会場で起きた怪談、はい、はい、2020年11月だったと思います。はい、はい、何が起きたんですか？そこでは、まあ、当日お伺いして、控え室にものすごく、そうそうたる出演者の皆様が座っておられて、はい、で、くじ引きが起きまして、はい、あ、順番をくじ引きがありまして、順番ですね。はい、で、その順番で一人話をして、また控え室に帰ってくる流れがありまして、はい、でその時に出演者の一人である関西の方の S さんっていう方が、はい、控室に帰ってきた時に、はい、なんか調子がおかしい、肩が重くなって何かおるかもしれんと、はい、怪談話をしたらいつもこんな風になるということで、はい、不快感を襲い始めてたんです、はい、S さんを控え室で、はい、はい、アイム様ご存知の S さんなんですけど、S さん、はい、はい、はい、でその時一人の女性の出演者の方が、はい、S さんに、はい、大丈夫ですかとお声をかけて、はい、その女性の方っていうのは真っ黒な僧侶の衣に身を包んだ、はい、ご住職さんみたいな女性の方がおられまして、S さん、肩に不快感を抱えられた S さんに、はい、話しかけて、私ちょっとなんとかしますよということで、はい、お祓いを始められたんです、はい、で皆さん出演者の方がその場におられますので、はい、まあ、緊迫した面持ちで成り行きをですね、見守られて、はい、で黒い衣装の女性の方は密教のね、はい、行者さんのように手で印を組みながらお祓いをこう、はい、って完了して、はい、でまあ大丈夫ですよっていうことで S さんがまあ落ち着かれて、はい、楽になったみたいな感じで、はい、で真横でそれを見させていただいてて、はい、この黒い黒装束のね、はい、女性の方がものすごいお祓いの力を持たれてたので、はい、びっくりしたんですが除霊の技術がこの人確立されてるっていう、はい、思いまして、はい、どなただろう、多分ご存知の方と思うんですけど、そうですか、はい、はい、で順番が回ってきて、僕がそうこうしてるうちにはい、前で順番が回ってきまして、はい、僕の怪談のタイトルは「赤い服の女」っていうことで、はい、お話をさせていただきました。はい、近道の家に、はい、今住んでる家に、はい、いろんな幽霊が訪問してくるのは日常茶飯事なんですけどこれは恐ろしいですねある時はですね、ピンク色の着物を着たおばあさんとかが、はい、家の中にあるその時ちょっと神棚らしく置いてたんですけど、はい、そこにね、明け方入っていくんです。白髪のおばあさんが、ピンク色の、はい、和装の着物を着たおばあさんが。神棚の中に入っていく。入っていくんです。はい、明け方にね、はい、夜はうろうろして、はい、気持ち悪いなと思ってたり、はい、ある時は、はい、全身真っ赤なワンピースに身を包んだ、はい、女性の方がたまに現れてまして、はい、変な人現れるなと思ってて、はい、初めて現れたのは廊下に立ってて、はい、うっすらと笑みを浮かべてこちらを見ていたのが、はい、ベッドから確認できたみたいな、はい、でも特に何をするわけでもなくその時は消えていってたんです。はい、でその後も何度か現れてる気配もあったんですけど、はい、一体誰だろうかなってそのうち気にかけることもなくなっていました、はい、で再びまたその時が来たんですが、はい、ここから、うん、階段王で、うん、アワーズルームさんの方でステージ上でこの話を、はい、ちょっとお話しする機会があって、はい、この時折現れる赤い服の女についてお話をしたところ、はい、内容としましてはですね、はい、休日の朝にいつもよりちょっとゆっくり寝ていたんですけど、はい、普段の時間よりもちょっと起きるの遅めに寝ていたんですけど、ちょっと気がついて目を開けると、はい、廊下に昔いた真っ赤な服を着た女性が真上に体の上にいたんです、はい、起きた時に真上になんていうんですかね、横たわったうつ伏せな感じで浮いてたんですか、その赤い服の方は。もう体の僕の上半身の上に、はい、向こうも上半身があるみたいな、はい、真上に来られてたんです、はい、もう手を伸ばせばパチンってくるぐらいの場所に、はい、でいきなり赤い服の女が右手で僕の胸のあたりを右方向に引っかいたんです、はいはい、怖いですね、引っかいた、はい、切り裂いたみたいな、うわ、はい、今何をしたんだろうって突然、うん、僕も襲われて全く意味がわからないし、はい、突然体の上にいるし、はい、でそんな話をしてたところ、はい、怪談王の関西予選でこの話をステージの上でしてた時に、はい、僕の左1メートルぐらいのところに突然その女性が現れたんです。怪談王のお話中に、はい、怪談のお話をしてたのですが、はい、国が切り裂かれて、はい、突然赤い服の女性が現れて、はいはい、会場の人を見てたんです、はい、それはなんかね、私の話をしているのねって言って出てきたんでしょうかね。そうですね、はい、怪談話でおどろしくなってる空気感、前の人もお話をされてたので、はい、皆さん怪談話モードの雰囲気になってますから、はい、で僕は拙く喋って、はい、十分階段が話せてない中に、はい、もう赤い服の女性が現れて、はい、で一気に冷ややかさが空気に混ざり始めて、はい、冷え込むような感じですよね、はい、足元から、はい怪談話が怪談になって突然もう、はい、リアル怪談になってきて、はい、これはこの女性もギョロリと会場を見渡し始めて、はい、うわこれはちょっとただならぬ緊急事態かなと、はい、ステージの上に赤い服の女がいるので、はい、で聴衆の皆様も、はい、全くあまり気づいておられないので、はい、でも控室には黒い衣装の女性の方もいるし、はいはい、助けてもらえるかなどうしようかなっていうところで、はい、まだ女性の方も気づいていないので、はい、で怪談話の途中だったんですけど、ここにもうその霊が現れてしまったことを、はい、お話をしたんです、はいでここにちょっと来てしまった若い女性の霊が来てしまったってお話をして、はい、まあ皆さん想定外の話の展開にね、はい、会場の皆さん全然もうついてこれずに。はいどよめきとともに困惑感がね、はい、会場が困惑に包まれて、はい、まあ一人うん、何かそれを不思議な展開になったとこを、はい、竹内様、はい、竹内様会場の後ろにおられて、はい竹内様は、はい、なんかギャグの話か何かみたいにこう。受けてて、竹内様には、受けて笑われてたんですけど、はいみんなシーンとなってるけど、竹内様だけ、非常に受けてたというのが印象的で、はい僕にとっては、不思議な空気感になってしまって、はいそんな、なんか赤い服の女性の方に、はい、ちょっと名前を、はい訪ねたんです、はい、階段王の方の途中に、はい、そしたら彼女がこの切り身って答えたので名前が切り身っていう、ねはい、お名前彼女は切り身ですみたいな答えたので、はい、じゃあこの女性の方今現れたんですけど切り身と今名乗ってますって、はい、会場の人に説明をしまして、はいはい、これは良い例なのだろうか、そもそも良い例なのだろうかなって、はい、ちょっとまあ安心しかけたんですけど、はい、その時に女の霊の方が突然叫んだんです、はい、切り身にしてやるってちょっと待ってください、はい、切り身というお名前の女性が切り身にしてやると叫んだんですか？なので名前じゃなかったなんです。いや私もちょっとさ最初に切り身と聞いて、うん、お魚の切り身とか思い浮かべてたんですね。そしたらお名前なんですか、はい、ということでちょっと続きをお願いします、ね。なので、はい、以前僕の上にまたがって右手でシャってしたのも僕を切り身にしてやろうと、うんはい、切ってたんだなとあの時も。はい、で赤い服の女の霊は、はい、そのまま会場の中に飛び込んでいったんです。切り身にしてやるって叫んで、はいでそういう説明をして、はい、会場の方に女性の霊の方が今入っていってしまったので、はい、皆様ちょっと気をつけてくださいっていう、はい、霊がそっちに行ってしまいましたっていうんでそこでカンカンカンって時間が来てしまいまして。はいちょっと皆さん気をつけてくださいって言って、はい、控室に戻って、はい、まあ会場の方も心配ですし、本当に被害はないだろうか、はい、ちょっと不安だったんですけど次から次へと怪談話は、はい、繰り広げられていきまして、はい、無事怪談を関西予選も幕を閉じ、はいはいお客様も変えられて、はい、みんなで片付けの時間に なりまして、はい、その時にね、はい、控室でおられた黒い衣装の女性が僕に問いかけてきたんです。はい、赤い服の女はどこに行ったのって。はい、で、僕もそのことは気になっていたので、はい、後片付けの中、ちょっと赤い服の女を探したところ、はい、まだ椅子がね、片付けられる途中だったので、並べられてる椅子に向かい、はい、スキャンをしまして、はい、ちょうどステージから見て左から3番目前から6番目の椅子、はい、そこに座ってた人と一緒に赤い服の女性、女の霊が出て行ってしまってたんです、はい、3番目と前から6番目ですね、はい、で皆様ここに座ってた人誰か知りませんかって片付けの人に確認したところ、はい、でたまたまS さんが振り返って、はい、あそこはもうF 夫妻の奥さんがいたでって言うとちょっと連絡してみるわ言って、はい、もうすぐに携帯電話を取り出して、はい、もしもし今どこって近くにいてるってあんた帰ってこれるそうあわずる早起きてって言って、はい、S さんが呼び戻したんです。はいはいすぐ帰ってくるでって言って、はい、ものすごくね、はい、S さんが F 夫妻を、はい、帰っておいでみたいな、はい、呼び戻したんですね。はい、このテキパキ感にすごいお仕事できる人だなって、うん、S さんすごいなと、うんうん、はい、なんかお仕事もすごくできる人だ。びっくりしたんですけど、はい、一方黒い衣装の女性の方が、はい、もう帰ってくるんだなっていうことでちょっと緊張というか、うん、はい、なんか除霊の準備みたいな感じですか、うん、除霊の心の準備してるのかなみたいな、はい、でアワズルームのドアがまた開いて、はい、落ち着いた気品のある女性がね、はい、帰ってこられたんです。はい、で、S さんポケットから携帯電話取り出して、はい、なんか今から始まる光景をね、はい、動画記録に確実に残されようとされてるのから、はい、できれば録画したいみたいな感じでこう、はい、携帯電話を構えてたんですけど、はい、で黒い衣装の女性が、はい、イフ夫人を会場の真ん中の椅子に座らせたんです。はい、でシンデレラエクスプレスの、うん、渡辺さんとか、はい、竹内様や大鳥様を、はい、その様子を見守ってまして、はい、一体何が始まるんだろうということで、はい、で 夫人の正面に向かって、はい、黒い衣装の女性が立ちまして、はい、また両手で印を組んだんですね、はい、密教のスタイルで。でなんか「オンバサラサンザンサクソワカ」とかいろいろこう、はい、呪文を言ってまして、はい、赤い服の女性がいるって言って髪型は長い髪が縮れたソバージュのようで、はい、服は上下とも赤いわみたいな、はい、で夫人から離さなければいけないっていうことで。はい、でここから、はい、真言ですね、密教の真剣な真言がどんどん、はい、響き渡ったんです、はい、アワズルームの客席中央あたりからのどんどんオンバサラっていうことで、はいはい、あ、そうだ、そうです、このお話、ちょっと長くなりますよね。はい、なので、ちょっと、今すごくいいところなんですけれども、いいところで、この辺で、ちょっとこの後どうなるのっていう感じで、ちょっと前編はこの辺にしていただいてよろしいですか？ちょっとね、はい、この後どうなるんだろうという、はい、ちょっと緊張の中で、前編はちょっと終わらせていただきますね。はい、はい、この続きはまた明日ということで。明日か明後日かわからないです。そうですか。はい、ということで皆さん、機会あれば、はい、好評でしたらまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、はい、ということでちょっとこの続きはまた明日。ここで4月8日の音楽ライブについてまたもや宣伝させていただきます。4月8日の土曜日の12時開場13時開演ということで、場所が AFR 横浜というところでやりますので、アクセスがですね JR 桜木町駅から徒歩4分、あと横浜市営地下鉄桜木町駅南 2B 口徒歩1分、京急線日の出町駅徒歩7分というようになっております。前売り券が2500円プラスワンドリンク、当日券は3000円プラス、そうですね、ワンドリンクは現地でお願いいたしますね。で、お申し込みはびんたろう830@yahoo.co.jp まで、どのバンドが推し、応援しているのかを記載してお申し込みください。で、あなたのお支払いした料金がそのバンドのギャラに反映されます。ということでね、推しがいない場合は推しなしとお書きください。で、ふらっと来てみるのも大歓迎なんですけれども、予約していただくと若干お安く見ることができます。はい、ということでですね、出演者の紹介をさせていただきますと、プロフェッショナル部門が水木ノア、シンガーソングライター、ボイストレーナー、一般社団法人日本ボイストレーナー連盟認定ボイストレーナー、音楽活動はバンド水木ノア&トリプルセブンの活動を中心とし、日々ボーカル、話し方の講師をしている。直近の音楽活動は4年ぶりにアルバムをリリースしたリューチェル氏のコーラスに参加。ロック、ポピュラー以外にゴスペルユニットでゴスペルも歌い、イモンライブでは昭和歌謡など幅広く歌う。今年はアニメソング専門ライブを企画予定。UFO 研究も続けており、竹本涼氏の番組にレギュラー出演も長くしていた。はい、ということで次が水色赤、岡山県を拠点に活動している。浮世歌謡というキャッチで昭和以前の薄暗く哀愁漂う飲酒的な土着の世界を表現しているということで、岡山からねはるばるお越しくださるということでね。はい、次が吉野&正恵、鹿児島を拠点に活動する男女のアコースティックデュオ、2013年に結成3年目には全国47都道府県制覇を達成、その後4年連続で全国47都道府県制覇、吉野&正恵 with 村上ポンタ秀一として九州ツアーを成功させるなど挑戦を続けている。吉正の音楽はジャンルや世代を超え聴く者の心に語りかける。決して妥協しない楽曲作りと、全てのライブにおける全身全霊の演奏は魂を揺さぶる命の音と評され、ステージはまるで一本の映画、人生観すら変えてしまう衝撃など、全国のライブ会場で観客や関係者たちの涙を誘う。はい、で次がですね、バンド名モコモーコで、こちらがハワイアンとか、ハワイアンのウクレレのバンド、メンバーが矢口一郎、これがプロレスラーで、水野紅子アナウンサー、タシロス実業家、ユーコリンウクレレベーシストということでですね、ウクレレのなんかこう楽しそうな、本当に楽しそうな写真がね送られてきておりますね。はい、あとですね、こちらの田代さんの知人のバンド、バンド名ザ・スムース、千葉県銚子市を拠点に活動するバンド、主にソウル、R&B、AOR といった70から80年代の洋楽を中心にカバーし、その魅力を発信している。ということで、こちらね、遠く銚子の方からはるばる参加してくださるので、なんか横浜近辺に住んでいるお魚好きの方、銚子漁港をイメージしてるんですけれども、お魚好きの方などが応援してくださるとありがたいなと思います。はい、そしてですね、私と相上ちゃんのアイアイランド、こちら親子ほど年の離れた2人組。でずっこけないように頑張ります。演奏するのは、大ヒットした歌謡曲のカバーと、ゲーム音楽「ペルソナ」のカバーで、ドラムベースギターがいないんですけれども、キーボードからいろいろな音を使って、作り出しております。はい、ということでですね、皆様どうぞよろしくお願いいたします。音楽ライブの方もね、だんだんとお客様が集まってまいりまして、もっともっと賑やかになったらいいなと思いますのと、あとですね、現地で懐かしのアイドルの、プロマイドを販売いたしますので、こちらの方もお楽しみにお願いいたします。